橋本梅太郎は日本の実業家。浅野財閥の様々な会社に関わり、第一次世界大戦後に苦境にあった浅野物産を再建して資本金を10倍に増やした。1871年12月24日に福岡商人協で生まれる。父親の橋本欧来は元福岡藩士で明治維新後に下駄屋を営んでいたが貧しかった。 1877年に母だけを亡くした。1883年に今塾小学校を優等で卒業して、福岡市元町の山寺役店に就職するが、父が病床に着いたので退職して実家に戻り、幼い妹と協力して看病したが、1884年に父を亡くした。叔父の松本半蔵に引き取られ、養鶏業を手伝いながら、 県庁書務課の給事として働いた。県知事の馬に密かに乗ったのが露見して、安場保つは知事に呼び出されたが、若い者はそれくらいの勇気がなくちゃと言われてことなきを得た。1887年に、田川郡基礎改正事務所の初期として働き、学習を貯めると辞職した。1888年に、酒屋の養子となるが、学問をさせてくれないので3ヶ月で去って、 長崎に赴いた。そこで教会に身を寄せながら、鎮税学院で学び1890年優等で、卒業したが、友人の橋本健造が予費を負担してくれたので、留学のため二人で渡米した。サンフランシスコに着くと、教会による日本人向けの野学で学び、さらに牧師から英語演説のノウハウを学んだ。1892年から1895年に、 三のゼハイスクールで学んでから、ジョージタウン大学に進学したが、皿洗いガラス吹き、建築工事、茶の行商をして、学費を稼いだ。友人の石坂正信が病気になり、所持金がなくて医者に診てもらえなかった時は、自分の懐中時計を室に入れて治療費を調達した。1895年アラスカで、ゴールドラッシュが起きると、一攫千金を夢見て、はるばる現地に赴き、 二週間採掘に従事したが、何も得られずに所持金を使い果たした。木トは6日間歩き続けて、合資寸前で精米健康にたどり着いた。そこからシアトルまで船員として働きながら、船旅をして、なんとかシカゴに帰還した。この三ヶ月間の冒険団は、ニューヨーク産新聞に連載されて、冒険家として有名になった。さらに、 同氏の編集長の行為で1899年、ヨーロッパ旅行に同行させてもらい、見聞を広めることができた。1901年ジョージタウン大学卒業により、法学士の学位と弁護士免除を得た。帰国すると1903年、ニューヨーク生命保険会社に勤務し、九州支社の支社長になったが、支社が閉店となり、1904年には、 会社が日本を撤退することになったので退職した。その年の3月には渡米して、セントルイス万国博覧会で日本出品の販売部主任を務めた。その時知り合った、米国人に依頼されて、グランドトランクレールウェイ鉄道工事の監督になり、日本人労働者500人を率いて、ロッキー山中の難工事を成し遂げた。自らシャベルを手にして、現場で働いたり、 病人や怪我人を自ら手厚く看護して労働者の士気を高めたおかげだった。1908年に帰国すると、東京の赤坂に今日定めて、米国相手の契約書作成を受け負って、高収入を得た。1910年に、友人の千葉種吉と、上等電気機動株式会社設立を計画したが、なかなか資金が集まらなかった。 それで、渋沢栄一に援助を求めたところ、大川平三郎、小高二郎、大倉初美たちが重役になり、橋本梅太郎は、常務から取締役を経て一株主となった。また、1913年に、経営難の日東銀行を買収して、第五銀行に解消し、専務取締役になったが、当時、総当州幹事石川祖道氏が鶴見に、 総辞事を混流する最中だったので、巨額を融資し、見返りに、日本全国の段下に、第五銀行への預金を奨励してもらい、銀行員が総に同行して、預金を集めた。こうして、第五銀行は、総辞事の基幹銀行になった。また、上等電気機動沿線の町長、村長、有力者を代理店にして、預金を集めた。1916年に経営権が、 朝野財閥に移り、朝野中野銀行と解消して、白石元次郎が、東取りに就任すると銀行を辞めた。1910年3月31日に1、株主として、東洋機船の株主総会に出席した。この頃東洋機船は無敗に転落し、株価が暴落したので、朝野総一郎社長の悲鳴を主張する株主ばかりで、特に長谷川工学博士は、 社長の自決を要求するほど過激だった。ところが、橋本梅太郎は、浅野総一郎社長を続投させ経営改善の責任を果たさせるのが東洋汽船を救う道だと演説した。すると場の空気が一変し、割れるような拍手が起こって、浅野総一郎の続投が決まった。東洋汽船株主総会は毎回紛糾し6時間近く用していたが、これ以後、 橋本が演説すると円滑に運営されるようになった。そのせいで、浅野総一郎の邸宅にしばしば招かれるようになったが、1916年に浅野造船所のために、米国から鉄材を大量に購入する契約を任されて渡米すると、生産会社から直接購入して、船籍を不眠不休で監督した。以降五年間は米国に滞在して、浅野財閥のために活動した。 九百十七年八月に米国が鉄の輸出を禁止すると日本は米国政府と船鉄交換交渉を行ったが橋本梅太郎は米国政府当局者と接触したり米国の新聞に投書して米国の世論を味方につけようとした。九百十八年に日米先鉄交換契約が成立するとピッツバーグの工場に気鉄材の製造積み出しを督促し 鉄道会社と輸送交渉を行った。ところが1918年11月に第一次世界大戦が終わると、米国は船舶が不要になったので、交換期限の遅延を口実に、日本からの船舶引き取りを拒否したが、橋本梅太郎は、米国の鉄材引き渡しの遅延が、日本の遅延の原因だと唱えて、米国船舶員の当事者を説得して、引き取りを承諾させた。 1920年初秋には、鉄材が暴落したので、生産会社と交渉して、解約に成功し、損失を抑えた。この5年間は朝早くから夜遅くまで、昼食も、ほとんど取らずに、奴隷のように働いた。戦争中の1918年に、東洋汽船の西洋丸と天洋丸は、アメリカ軍をフランスのサンナゼールに輸送していたが、スペイン風邪で、日本人、 船員十数人が死亡した上に、ドイツ潜水艦も猛威を振るっていたので、米国のために命をかけるのは馬鹿らしいと、日本人船員たちが言い出して、出港を拒否しそうな雰囲気になった。これを耳にした、橋本梅太郎は、日本酒の酒樽やビールを振る舞って、船員たちの意見を聞いてから、酒樽に飛び乗って、アメリカを助けることは、正義人道のためであり、日本の義務であり、 日本のためだから、使命を果たしてほしいと涙を流しながら演説した。すると船員たちは感激して同意し、翌朝に出航した。1920年には、イタリアのジェノバで開催された国際労働会議に参加し、英国選手代表団と同じホテルに宿泊し、密接に意見交換して、船員の1日8時間1週間48時間、労働規則制定を阻止した。 1920年に帰国すると、浅野物産取締役と、東洋汽船専務を兼任して、午前6時に浅野総一郎邸を訪れ、7時半に浅野物産に出勤し、昼食を抜いて、横浜の東洋汽船に出勤し、さらに浅野物産に戻るというスケジュールで働いた。1924年に、東洋汽船の船員がストライキを起こした時に、深夜横浜に行き、 殺される覚悟で、ストライキの本部に単身乗り込んで、午前3時まで熱心に説得すると、船員たちは感動して、ストライキを取りやめた。浅野総一郎の銅像、浅野総合中学校の巨大な銅像を小型にしたもの。1921年には、浅野総一郎の銅像建設を発案して、一人二十銭の寄付金を25万人から集めて、銅像を、 朝の総合中学校に巨大な銅像を建設し、1924年5月に、井上高塞、大谷貨平前田公爵、野田宇太郎、藤山来田後藤志尺、渋沢栄一志尺、安倍五一、大川平三郎を招待して、除幕式を行った。経営難の小倉鉄道に、朝の財閥から100万円を融資してほしいと、地元の吉見で、 橋本梅太郎に相談があったので、1921年に小倉公埋め立ての権利を浅野財閥に譲るという条件で融資が決まり、この時から昭和13年まで、橋本梅太郎が小倉鉄道の取締役を務めた。1921年に経営破綻寸前の浅野中野銀行を安田財閥に引き受けてもらおうと、橋本梅太郎と金子清太が60日連続して、 大磯に安田善次郎を訪ねてようやく承諾を得たが翌日に安田善次郎が暗殺されてしまった。1918年3月に設立された浅野物産は終戦後の不景気で資本金の数倍の損失を出した。その1920年に橋本梅太郎が取締役に就任して従来の思惑買いをやめて堅実なコミッションシステムを 経営方針にして、それ以後常に利益を出した。1923年には、関東大震災で被害を受けたが、翌日から業務を再開し、復興材料の輸入に全力を注いで、被害を総裁した。1925年に、浅野物産に税金商用を設けて、半年解禁で5円、一年解禁で十円、半年ごとに五円増額して、五年で五十円、その後は、 半年ごと20円増額し、最高で100円を支給することにした。ただし、1分でも遅刻すると、0円に逆戻りするという罰則があるため、遅刻者は皆無となり、朝の物産社員877人のうち100人が、この100円組になった。また社員に、休養の必要性を解いて、1週間の夏季休暇を、規定した。さらに、社員に、喫煙の害を解いて、 禁煙を進めた。1925年から1928年に、浅野物産は、金融強行にも影響されずに利益を上げて、無敗から1割、2割、3割と配当を増やした。1930年の昭和強行では、影響を受けたものの、1割の配当を守った。橋本梅太郎は1931年に、浅野物産副社長に就任したが、 満州事変で為替が低落すると、英国に、みかんの缶詰と、雑貨、米国肉りとマグロの缶詰、タイペルシャジャワに、ビールや電球を輸出して、かなりの利益を出した。1932年に、満州に、新疆出張所を設けて、原油鉱材の輸入や受け負い工事を行い利益を上げて、配当を3割に戻した。1934年には、 日本石油歴史販売総代理系を獲得し、昭和鉄鋼株式会社に投資し、品川倉庫を建設した。1935年下半期には、資本金の3割の利益を計上し、新聞雑誌で橋本梅太郎の経営手腕が賞賛された。同年に、資本金を3倍の300万円にすると、そのうち50万円を基金にし、20年以上、金属して、 満55歳の定年に達してから病気で退職した者に退職時の給料を死ぬまで支給するという恩給制度を設けて毎期総利益金の1割を恩給の基金に繰り入れることにした。これは他の民間企業にはない運点で賞賛と戦望の的になった。この頃に原油輸入が浅野物産の中心的な業務になったのでタンカーのりひろ丸をノルウェーから購入したが、 当時の日本にはタンカーはこの一石しかなかった。1936年に快速タンカー原用丸を発注し、資本金を600万円に増資した。1938年に資本金を1000万円に増資した。1929年に日本ビクトリックを創立し、1933年に日本歩道、1934年に昭和鉄工。 1936年に、岡のバルブ製造に投資して、浅野物産を多角化した。橋本梅太郎は、横浜商金銀行の有志で、浅野物産を経営したので、商金銀行東京支店長の命日には、幹部社員を率いて必ず墓参りをした。上海事変の頃に、海軍省関制本部が、三井物産、三菱商事、浅野物産に注文した時に、浅野物産には、 資本金1億円の賞金銀行がついていると述べて、三井、三菱と同等の注文を獲得した。1920年に、橋本梅太郎、浅野総一郎、松本四季居の3人の特命組合で、浅草上成門にカフェアメリカを改良し、ボーイがいない女給だけのカフェにして、大人気になった。1924年には、銀座にカフェタイガーを開店して、有名になった。 1926年に高級ビアホールのカフェニューヨークを開店し、1929年にユニオンバーを開店した。1922年貿易商法の横浜の邸宅を買い取ってテムプルコートホテルにして宿泊よりも社交場や結婚式場としての経営に力を入れたが、1923年の関東大震災で廃墟になった。 1923年に東洋食料品輸入商会を設立して、米国産干しぶどうを日本で最初に輸入し、ハムチーズ、果物も輸入し、経営順調だったが、1925年に関税が10割になったので閉鎖した。1938年10月24日に現職のまま死去した。去年66、26日に、 青山祭場で車窓が行われて、1702人が参列した。歌沢、清本、長歌、小歌工業クラブなどの催しにしばしば出演した。ありがとうございます。